え、お金は月収いくらい？言うわけねえ。え、チャットチャットでいい、チャットでいい。言わない言わない。チャットで。ちょっとちょっと。え、俺逆に、その祭りさんのやつも知りたいんだけど。いいよ、じゃあ送ってくれたら送るわ。月収？月収。お互い、じゃあ月収交換する。月収交換ね、オッケー。月収交換。そっちから先送って。じゃないと祭り送りたくない。平均でいいよね。平均でいいよ。じゃあ嘘つかないでよ。嘘つかない。俺はもうちゃんと、あの、言うのもなしね。言わない、絶対約束する。その約束は守ろうよ。ね、守る守る、マジで言わない。マサさんの方が多いんじゃないかなって思ってるくらいだけどね。なわけないでしょ。戦闘力が違う。戦闘力が、そんなことないよ。俺なんかもうプチだよ、ひとひねりだよ。そんなことない、そんなことない。いけますか？はい、いけます。まあこんなもんだな。はい、月収だよね。月収、はい。いや、俺しかもホロの人の月収なんか聞くことあんの？じゃあいきます。はい、せーの。もあー、そうだよね。あーすげえ。あ、でもなんか想像してたくらい、想像してたくらいだった。ああ、やっぱでも想像、やっぱ大体つきますよね。そう、大体つく、大体つくね。いい部屋。あ、いやさす。いや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 。夢あるわ。夢があるわ。こっちからしても夢あるけどね。消しとこ。ね、俺も消しとこ。映っちゃうといけないとかね。映るとね、良くないからね。うん、でも、え、それはあれですか？その箱の中では多い方なんですか？いや、多分一番下レベルじゃないかな。わかんないけど。一番下レベル？マジか。わかんないけどね。ま、他の子の知らないからわかんないけど。え、でもマザーさん絶対あれだよ。言ったら寄ってくる女の子めっちゃいるよ。え、その収入を？うん。でもお金で釣るのはさ、でも何で釣った方がいい。おい。お金で釣るのはさって何よ。じゃあ何で釣るの？何で釣る気でいるの？いや、だって俺だって、いや、そんなずっと答えてよ。いや、言われてるけど、俺だってそんな中身を知ってもらって中身を好きになってもらいたいよ。でもさ、顔がさ、うん、好みじゃないと仲良しろうと思わなくない？顔が全てじゃない。何を言ってるんだ君は。でも性格から入ってほしいんだったらもう顔を出すのをやめて声で勝負するか。あ、なるほど。顔を出すのやめて声とその話だけでもうガチボレさせて、そう、そこから実はこんな顔でした。そう、そしたらもう好きってなってる。こいつはふざけんなお前。おい、詐欺で訴えられたらどうすんだよそれ。詐欺で訴えられるような顔って言いたいの？違うよ、そう言ってるやん。言ってないやん。俺はそういう風に思って。言ってないよ。言われてる。だって死ねって言われたんだよ俺一回。言ってるじゃんそれは。言ってない言ってない言ってないか。言ってない言ってない。そういう意味ではないか。そういう意味ではないよ。